はい、どうもどうも、たくあんボーイでございます。本日はですね、57日目ということでね、早速ですけどもメイクアップしていきたいと思います。用意スタート、バーン。テテテテテテリリ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 リ、二重テープというものがありましてですね、たくあんボーイ奥二重なんですけども、これを二重にすることで、よりね、韓流アイドルに近づけるのではないかということで、まあ、実験ではあるんですけどもね、今日はね、この二重テープをしてみたいなと思います。はい、はい、ということで、なんかね、めちゃくちゃキリッとはしたんですけど、なんか気持ち悪いですね、うん、ではこれからですね、二重テープ取り外し手術に入ります。すいません、お待ちください。摘出手術に入ります。手術成功。はい、僕の目には二重テープは合わないということがよく分かりました。はい、一重を誇ってやっていきたいと思います。はい、ということでですね、今回はこんな感じですね。やっぱりプレマビスタ使うことによって肌がめちゃくちゃ白くなりますよね。で、アイシャドウか。アイシャドウもでもこれくらい濃く塗ってもいいのかなっても思いますね。まあでもナチュラルな時にしたいっていう時は、薄めに塗った方がいいですね。うん、当たり前のこと言ってますけどもね。はい。まあ。ということでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。以上、たくあんボーイでした。いつもご視聴ありがとうございます。シェイシェイついてに恋ダンス、よいしょ。